いやー、しや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 し。皆さん、こんにちは。ななちゃんと、ななごろうでーす。春の桜も散ってしまい、寂しくなりましたが、ななちゃんと、ななごろうは、山奥へ山菜採りです。ここは山菜が採れる場所。そうです。山菜を採りに行きますよ。趣のある橋を渡って これから採る山菜は、そうです、こごみです。生えてますよ。山菜といえば、こごみ、わらび、うど、塩で、こし油、せり、タラの芽などなど、たくさんありますよね。食べる？食べないの？なちゃん。収穫した採れたてこごみは、泥やゴミをよく取ってアク抜きします。沸騰したお湯にこごみを入れて、色が鮮やかになるまで茹でます。ちょうどいい頃合いを見て、冷水で急激に冷やします。これは色止めのためなんですよ。あとはお好みの料理で食べます。七五郎はシンプルにマヨネーズと醤油、これで食べますよ。これ本当に美味しいんですよね。春を味わっているって感じですかね。春の風が心地いいです。ななちゃんも楽しんでくれてるかな。
これ、雪解け水、とっても綺麗です。さて、もうちょっと歩きましょう。ここはぬかるみになってます。気をつけて歩きましょう。長靴できてよかったです。ちょっと遊んじゃいますかね。ななちゃんの尻尾とコゴミ、くるんとしたのが似てませんかね。そう思うのは私だけでしょうか。あ、余談ですが、これはうるいです。さっと茹でて食べると美味しいそうですよ。風が強くなり天候も悪くなってきました。今日はここまでにしましょう。楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。よし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